ドリューピー・ストーレンは、アメリカ合衆国インディアナ州、ヘンドリックス郡ブラウンズバーグ出身のプロ野球選手。ウトーリョーダ現在は、フィラデルフィアフィリーズ参加所属。愛称は法名寺。父、マーク・パトリックは、インディアナ州インディアナポリスの AM ラジオ局、本土などで、スポーツ番組のパーソナリティとして活動している。ストーレンは、子供の頃は、 シアトルマリナーズのファンで好きな選手はケン・グリフィー・ジュニアだった。2003年9月、父がモントリオール・エクスポズのトレーナーと知り合いだったことから、エクスポズがオハイオ州シンシマティに遠征してきた時に、ストーレンは球場でエクスポズの試合前練習を見学させてもらう。この時エクスポズに昇格したばかりだったチャド・コルデロと話をし、 大学野球の全米選手権カレッジワールドシリーズに出場した時のことなどを聞かせてもらったストーレンは自分もその大会に出たいと思うようになった。地元のブラウンズバーグ高校では最終学年時に投げては55イニングで8勝1敗、防御率0.8986奪三振、打っては打率。400点8本塁打、33打点を記録する、活躍を見せる。 高校卒業時の2007年6月に MLB ドラフトでニューヨークヤンキースから34巡目指名を受けたがプロ入りはせず当時カレッジワールドシリーズ出場15回のスタンフォード大学へ進学する元々は三類種兼先発投手として野球部に入ったストーレンだがコーチからリリーフ転向を打診され承諾1年目の2008年から チームの抑え投手となった。この年、チームは、レギュラーシーズンとその後のトーナメントを勝ち上がり、2003年、以来5年ぶり16回目の、カレッジワールドシリーズ進出を決める。ストーレンは、この間8セーブを挙げ、目標としていた大会への出場を果たした。八大学による、ダブルイルミネーション方式のトーナメントで行われる、同大会では、ストーレンは、 フロリダ州立大学との初戦に登板。3点リードの8回裏に同点本塁打を喫したが、その直後に味方が一挙11得点で勝ち越し、結果的に勝利投手になっている。チームは準決勝でジョージア大学に敗れ、全米王座獲得はならず。ストーレンの大学1年目は31試合56.1イニングで5勝3敗。 8セーブ、防御率3.5150奪三振という成績だった。続く2009年は、チームは、カレッジワールドシリーズ出場を逃す。ストーレンは引き続き抑え投手を務め、28試合42.2イニングで7勝1敗、7セーブ、防御率3.8066奪三振を、記録した。2009年6月9日の MLB ドラフトでは、 一巡目でワシントンナショナルズがストーレンを指名。この順位での指名は実力よりも契約可能性を優先してのものという評価がもっぱらであった。その見立て通り指名翌日の10日には入団契約を結びプロ入りする。せっかちを辞任するストーレンは同日に球団幹部からプロデビューはいつがいいかと聞かれ金曜日はどうですかと答えたという。 結局、12日ではなく18日に、マイナーリーグの A 級、ヘイガーズタウンサンズでプロ初登板。これ以降、大学時代と同様に救援投手として、登板を重ねたストーレンは、A 級ポトマックナショナルズを経て、AA 級ハリスバーグセネターズまで昇格して、プロ1年目を終える。3クラス合計での成績は、28試合37イニングで2勝1敗11。 西部、防御率1.9549奪三振、ホイップ0.78だった。2010年は、シーズン開幕を AA 級ハリスバーグで迎えたストーレンだったが、4月末には、トリプル A 級シラキュースチーフスへ昇格。そこで6試合に投げたところで、5月中旬にメジャーへ、昇格することになった。不審のブライアン・ブルーニーと入れ替わる形で、ナショナルズに合流し、 同月17日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの7回裏一死一塁の場面で登場し、マットホリデーから空振り三振を奪うなど、この回を無失点に抑えた。そのままメジャーに定着したストーレンは、前半戦終了時点で24試合に登板、中継ぎとして8ホールドを挙げる。後半戦になると、 抑え投手だったマッドキャップスが途中でミネソタツインズへトレード移籍したこともあって試合を締める役割を担うことが増えるように8月6日のロサンゼルスドジャース戦で9回裏の1イニングを無失点に抑えメジャー初セーブを記録するとシーズン終了までに計5つのセーブを稼いだこの年にデビューした選手の中では54登板は5位5セーブは 高橋久則に次いで2位の多さだった。2011年は43セーブを記録。2012年は故障で出遅れ、クローザーの座に復帰したのは、シーズン終盤になってからだった。10月12日のリーグ優勝決定シリーズ進出が、かかったカージナルスとの地区シリーズ第5戦では、2点リードの9回表に、登板し、西2ストライクまで追い込んでから、 まさかの4失点で逆転を許し、ナショナルズは敗退した。2013年は開幕前にチームがラファエル・ソリアーノを獲得したため、ストーレンは中継ぎに配置転換された。これが影響したのか、成績不振に陥り、マイナー降格となった。一連の出来事にチームメイトのタイラー・クリッパードもチームの編成部に対して不満を言っている。 2014年1月17日にナショナルズと345万ドル出来高の1年契約に合意した。この年は4月から6月にかけて毎月1失点ずつに抑えるロケットスタートを決めた。7月には一時不安定になったがシーズン終盤にクローザーのラファエル・ソリアーノが調子を落としたためストーレンが代役を務めた。クローザー定着後も 役割を全うし、最終的には65試合に登板して、防御率1.122勝1敗11、セーブホイップ0.98という素晴らしい成績を収めた。だが、サンフランシスコジャイアンツとのポストシーズンでは、初戦でセーブを失敗し、チーム敗退の一員となってしまった。2015年は、ジョナサン・パペルボンの加入もあったが、全体としては、 クローザーの務めを果たし、58試合に登板して29セーブを挙げた。しかし、防御率は、数字的に見ると前年比で3倍以上となる3.44まで上昇した。別の面では、三振ダッシュ能力が、飛躍的に向上し、脱三振率11.0をマークした。なお9月9日のニューヨークメッツ戦では、決勝打を打たれた。 悔しさからロッカーを殴って、親指を骨折し、残りのシーズンを棒に振った。2016年1月9日に、ベンリビアとのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。新天地では、守護神候補として期待されるも、3.4月の防御率が10.13と大乱調。その後も一向に状態が上がらず、7月24日に、ディエフェとなった。 2016年7月26日にホワキン・ベノワとのトレードで金銭と共にマリナーズへ移籍した。11月3日に FA となった。2017年1月3日にシンシナ・ティレズと1年300万ドルで契約を結んだ。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2020年1月22日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び。 春季キャンプに招待された。ありがとうございます。